めちゃ怖いです。そこかしこから足音が聞こえます。鍋作ろうと思ってたんですけど一旦寝ますということでね、焚き火の方でこの焚き火ボトルでねお湯沸かしてお茶作って山ボトルに入れてあったかいお茶をちょびちょびしながら寝ます。これ蓋したままいけるんかな、爆発しそうだよな。なかなか入るね。こいつだけが頼りです。それじゃあね、これお茶作っていこう。これかな、違うね、こういったお茶セット。これね、カリガネ茶を詰めてきてます。これを、蒸らしとけばいいんでしょ。よし、じゃあ待機で。そろそろできたかな。これ次の日まで熱々ですからね。おお、できとるできとる。熱々熱々熱々。これで夜ずっとあったかいの飲めるぞ。よし、飲むか。いただきます。変な肉食べ過ぎた、ただれた胃に効くわ。今日はね、多分寒くなるのでまだ6時なんですけど、残念ながらたくさん防寒対策を持ってきました。まずはね、これ転倒シューズ、その中に足の冷えない不思議な靴下で、お腹の中にこれね、白金回路ジッポーのね、お腹温めて一旦寝たいと思います。なんかいます。早速ありがとうございます。それじゃあね、一泊タープハンモック泊してみてね、何個かね注意すべき点があって、木の間隔がね今回ちょっと長かったんですけど、そのせいでねこの
R がうまく作れなくて、まっすぐなっちゃったんで、ほぼね斜めに寝ることができなくて、実質まっすぐしか寝れなかったです。でその原因としてはね、やっぱりね、この木のね結ぶ位置が低すぎたので、こう R 作ろうとすると地面に当たっちゃうっていうのが原因なんですけど、2メーターぐらいの位置までしかどうしてもねつけれないから、ハンモック泊においてね、距離はねすごい重要だと思いました。ヘブンテントだとねそれ関係ないんですけど、やっぱりこういう普通のハンモックだとね、木と木の間の距離がね一番大事なんじゃないかなと思いましたね。ただね、嬉しい誤算があって、まっすぐに寝るとねこんな感じで、こんな感じでねメッシュが閉じるんですね。そのおかげでね、普通のテントよりあったかかったです。これやっぱねメッシュ部分が寒いじゃないですか。で普通のテントもね、インナーテントメッシュだし、まあ、メッシュじゃなくてもめちゃくちゃ寒いんですけど、これそもそも普通の生地もダブルウォールだし、アンダーキルトがねあるんでね、めちゃくちゃ暖かかったです。多分ね過去ね20個ぐらいテント試してますけど、多分ね、一番暖かかったですね。この時期でもまあまあ寒いんで、普通はね、アンダーキルト、これ冬用のやつなんですけど、3シーズン用のやつ使ってたんですけど、最初試しにね。というのもワンザックでねキャンプするとなると、どうしてもね冬用だとちょっと大きいんですね。でまあやっぱ3シーズン用だとちょうどねどっかの袋に入りそうなんで使いたかったんですけど、さすがに無理でしたね。3シーズン用だと背中が寒かったです。ということでね、やっぱり冬用のアンダーキルトはちょっと必需じゃないかなと思いました。ただねお腹にね白金回路もつけてましたし、足の冷えない不思議な靴下と、あとテントシューズも履きながらね寝てたんでね、暑くてね汗だくになっちゃいましたねなんでもうテントシューズも脱いで、上着もね脱いでね、寝袋もね半分しかかけずにお腹までぐらいでやってましたけど、あともう一つ、斜めに寝ればね地面と平行に寝れるんですけど、まっすぐになったことでどうしてもね体がくの字に折れ曲がっちゃったんですけど、上に着てたねダウンをね腰の下にね敷くとね結構快適に寝れましたね。ただねその分ねやっぱり肩がねどうしても狭まるんですけど、真上見て寝ようとするとね窮屈なんですけど、横を見て寝ればね結構ね寝心地良かったですね。むしろね包まれてる感、これめちゃくちゃあったかいんで、普通のテントコットエアマットインフレータマットで寝るより快適でしたね。すげえ寝れた。でもう結露も気にならないですしね、このオープンだからね、これはいいかもね、撤収楽だしという感じです。今日はね実験なんでね結構荷物多く持ってきましたけど、こっからさらにねコンパクトにしていければいいかなと思ってます。じゃあね火を起こして昨日の夜食べれなかった鍋作っていこうかな。タゲーまだ山ボトル、昨日の6時に作ったのにまだあったかいです。
今日は鍋です。本当は昨日の夜だったけど、お、これキャベツやんか。しまった、キムチ鍋がまあいっか、まいたけ、え、これ結構入るんやな、やばいな、ギリギリだな。いつでも使える鍋キューブ、いいよね、味の調節もできるし。うわー、すごいね。これ絶対ミスらんな、この飯盒。蒸してるから。じゃ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 ーん。キムチ鍋完成。キャベツバージョン。いただきまーす。うまっ。うん、全然キャベツでもいけるわ。また鍋作ろう。Thank you.